はい、どうも、うみです。本日はやりすぎあざとテクというゲームをやっていこうと思います。はい、前回はとんでもないあざとい女たちが出てきたんですけども、はい、今回もねめちゃくちゃなあざとい女たちを見ていきましょう。もうあざといというかギャグというかって感じだったもんね。合コン中、彼女はお店の中で一番可愛いと思うものを注文した。はいはい、合コン中、おー、はいはい、もう突っ込みたいね引いてるって、もう押し付けすぎて。可愛いものはこれかな。はい、これなんかさ、手相見てあげるみたいなこと言ってるんじゃないの。グラスの中にピンク色の飲み物が注がれている。普通にビールにすればいいのに、ビール飲めないかもしれんでしょう。みんながみんなビール飲めると思わないでほしい、本当にね、本当さ、だってさ、カシスオレンジってさ頼んだらなんかぶりっ子みたいに思われるんでしょ。でもさ、本当にそれが好きで飲んでる人に対してさ、きつくないそれ。彼女がこの合コンでゲットしようとしているのは、はい、まあ、このオスですねもうドンビーてるから多分無理だろうけど、はい、黒いシャツの男の手相を見てあげて。やっぱ手相を見てた。彼女が狙っているのは彼に違いない。よく見ればなかなかのイケメンだ。確かに、うん、かっこいいですね。はい、知的な感じ。彼女が使った究極のあざとテクとは。まあさ、まず手触ってる、ボディタッチしてる、でも胸も押し付けてる、これかな何、ボール押し付けてるの。自慢の胸を男性に押し付けている。これで落ちない男はいない。彼女はそう考えた。嫌でしょ、これで落ちられても困るくない。自分の体目当てってなるじゃん。もっと自分を大切にしましょう。しかしあまり喜んでいないようだ。これさ、二次元ではさ、こういうのでドキーみたいになるけどさ、現実ではやっぱりドン引くものなのかなね。うん、自分がもし男だったら多分絶対嫌だもん。男性はなんだか困惑した顔をしている。過度なボディタッチは不快だったようだ。そうね、もうちょっと仲良くなってからとかだったら嬉しかったのかな。じゃあ、うん、いきなり合コンで教師でやった人にされたらドン引きだね、さすがに。コーヒーに髪の毛が入らないようにこうするのは必須らしい。はい、なんちゅう顔してん、キス顔、キス顔してるよどんな顔。髪の毛をね、はい、いやでも髪の毛こうくくったりする仕草って結構いいみたいなの聞いたことあるけどね。髪をかき上げている。こうすると首筋が見えてモテるってどこかの記事に書いてあったらしい記事あんま手にならんと思うけどな。はい、いつから暑いからってそんなことしなくても、はい、暑いから夫婦ずっとしてるってことね嫌な顔、これ嫌な顔してる。女性がフーフーしている。暑いのはわかるけど別に目を閉じなくてもいいんじゃないのかな確かになんで目閉じてるの。だから変に見えたのが、うん、なんか変だもんね。はい、唇を強調するにしてもこれの使いすぎなんじゃないかな。がここに立ててあったよね。なんでこれ出しっぱなにしてるの。大丈夫、蓋とかしなくて大丈夫むき出しで置いておくことってないでしょ。はい、唇がすごいね、目立ってますね。机の上に口紅が置いてある。わざわざ塗ったんだ。まあ、口紅は塗るでしょうね全然いいじゃん、塗ることは。化粧してるんだからね、おしゃれしたいから。これ口紅は塗るよ。やりすぎなあざとテクに苦笑いしてしまっている人がいる。はい、もうこんな顔なる。私ももうこんな顔になってたもん、見た瞬間いや、こんな顔はなってないか、ガチ笑いしてしまった。はい、じゃあこれすんごい形の口の形だよ。向かいの席の男性、とても可愛いとか興奮するとは思えなかったようだ。そうよね、全然もうネタギャグだもん、うん、ギャグな顔してるこれは。はい、ごめん、めちゃくちゃ失礼かも。ここは高校の教室でも、もう帰る時間だ。それがわかるのはどこだろう。はい、あー可愛い。あ、これはなんかちゃんとね、引っかかってるというか引っかかる言い方あれだけどね、ちゃんとドキッとしてる。でももう帰る時間、なんか後ろで睨んでる女いるけど大丈夫かな。はい、5時半ぐらいか。時計が5時35分になっている。もう授業は終わっていて帰る時間だ。はい、速やかにお帰りください。
この女子は男子のある部分を引っ張って呼び止めた。それはどこ？わ、なんかさ、純粋無垢な表情してさ、あざといな。こういう女がモテるんだろうね。ちょっとさっきまでの問題は。もうなんかすごい分かりやすすぎたからね。でもこの子うまいな。え、多分これだよね、袖くえ。うわー、これはあざとい。シャツの、シャツの肘の部分を引っ張って呼び止めた。ドキッとしたに違いない。うん、してたよ、これは。ドキッとしてた。うまいもん、もうあざとプロだこれが。バッグの使い方によって強調されているのは、はい、もうさ、以前の問題たち、この子見習った方がいい、マジで。で、これはあれだ、あれでしょ、なんだっけ、パイスラだっけ、胸が強調されるみたいな、はい、ショルダーバッグの紐によって胸が強調されている。正しい使い方ではあるけれど、男子はついついここを見てしまっている。そうね、胸がでかければでかいほどね、どんどん強調されるからね。でかいなもうみんな登場人物さ、でかくはあるんだよね、胸。はい、このあとこの女子の悪評が広まることになる。誰か彼女の悪口を言ったのだろう、言うのだろう。え、なんで？あ、まああざとい、うん、あざといもんねこれは女子から嫌われそうなタイプだもんね。はい、入り口で睨みつけている女子がいる。クラスのイケメン男子に色仕掛けをしていると噂を流されてしまった。あながち間違いではないけれど、うん、間違ってではないけど、でもさね、この本当にあの男の子が好きで落とそうとさ頑張ってるんだったら、全然ね、もうそれも一つの努力だし、いいとは思うけど、うん、それがただの遊びでなんかわざとモテたいからっていう、いや、まあ別にいいのか、まあ、うん、女性は今日仕事帰りに飲みに来た。どうしてそうだとわかる？ほい、スーツ着てますね。あれ、でもこれはなんだ、何があざといんだ？はい、スーツ。女性がスーツを着ている。彼女は営業として立派に仕事をしている。営業か、すごいな。一緒にお店に来た上司は大好きなこのお酒を飲んでいる。はい、お、一緒に、大好きなお酒、これ錦ハッタ、うん、わからん、ごめん、お酒わからん、そういう種類。はい、日本酒の瓶が置いてある。彼は日本酒が好きでとても詳しかった。はいはいはい、なんか酒詳しいからって酒の話してくる人、私嫌だな絶対。上司の気を引くため女性がしたあざとテックとは。はい、女性のあざとテックは、え、これ飲んでるだけだよね。あ、この上司のとって間接中的な。彼女は上司からおチョコを奪って口をつけている。間接キスキスだと分かってやっている。確信犯だ。なるほど、そういうあざとテクだったんだ。私パッと見マジで分からんかった。うわ、こいつもプロだ。彼女の行為を慌てて止めようとしたのは誰？はい、がこの人。え、でもなんか全然ね、気引けてなくない？大丈夫？引かれてない？上司の男性、彼は潔癖症で間接キスが嫌で嫌で仕方なかったらしい。あー、逆効果いやー、それはちょっとね、情報を先に仕入れとかなきゃいけなかったですね。この潔癖症っていう情報は絶対に最初に仕入れとかなきゃね。もう多分印象相当悪くなっちゃったよ。あー、どんまいどんまいはい、いや、でもいいあざとさではあったけどね。ここは誰の部屋？はい、あ、これタイトルの女の子ですよね。カレーが胸、ん、カレーの上に胸が乗ってる。なんだっけ、ここは誰の部屋？この、え、これバイクの、あれか、ヘルメット。この人かな？誰の部屋？はいはいはい。寝巻き姿の男性、寝ていたところ、突然横の部屋の女性が訪ねてきた。うわ、よー、そういうお隣さんね。お隣さんで寝てたのに。うわ、嫌だな。彼女は作りすぎちゃって、と言っている。彼女が作りすぎちゃったものとは？え、しかもそんなさ、うん、作りすぎ、わざとだろ、絶対。え、一人暮らしで、いや、一人暮らしだとしたら、それ、2、3日持つから、うん、食費浮くよ？うん、頑張って。いけるいける、うん、食費浮いた方がいいでしょう。大量のカレーが入った鍋を持っている。一体何人前なんだろう？それに今の時代にもこんなことする人がいるのが信じられない。いるのかな？本当に。いないと思う、現実では。しかもなんか、嫌くない？お隣さんが作ったなんか食べ物食べるって。ちょっと私、そういうの嫌だな。この服、ちょっと狙いすぎじゃない？普段は絶対着てないでしょう。はい、がエプロンですね。でも可愛いけどね。普通に本当にエプロン着てるかもしれないじゃんそれはね、決めつけよ。はい、エプロン、この男が好きなんだよね。でもあの子なんで好きなんだろう。
フリフリだらけのエプロン、昔の家政婦さんじゃないんだから。いや、今でも着てる人はいるよ、きっとエプロンね。可愛いじゃん。この後恋愛に発展することはなさそうだ、はい、がこの顔だよね。表情はもう相当うざったそうにしてるもん。男性がドン引きした表情をしている。普通にしてたら可愛い女性なのにね。ほんと普通にね、見た目可愛かったし、だけどあざとすぎるせいで逆効果ということ。いやー悲しいね。なんかあれだね、学生のあの高校生ぐらいのね、女の子だけが唯一ドキッとさせ、あざとテクがね効果てきめんでしたね。その他は全然ダメ。